心リンクゲームズのベイ君です。さあ、今回からですね、この西安橋、こちらに、行きます。で、どうやらですね、この西安橋の中はえらいことになってるらしいんですよね。もうえらいこと阿鼻叫喚も地獄絵図となっておりますらしいでございますので、おお、夜になってもうたかな早速行きますよ。さあさあ、どんなぐらいの地獄絵図を私に見せてくれるんでしょうか。おお、この先か。おお、なんかあるやんけ。これ取らなあかんやろな。サクサクサク、ワン、はい、水晶、まあまあでございました。そして餌をあげるのが基本。はい、君は草やろ、草食動物やからな。もうもう言うてせいで OK。 では寄り道もしっかりとこなしつついきます。ほら、もうなんかもう緑やん、なんか浮いてるしな、右上ようわからん展開やけども、行くね。さあ、どんな感じ。ほら、西安橋庶民街、庶民っていう言い方ちょっとへこむけども、天敵ね。なんだこりゃ、せっかく賑やかな都に着いたっていうのに妙に毒々しい色の霧に覆われてるじゃねえかなあ。なんだか体に悪そうだけど、こんな霧の中でみんな普通に暮らしてるのか。うん、ありえへんよな、ここで普通に暮らすはさすがにないわ。その選択肢は俺もありませんわ。とりあえず花坂じいさんになり下がるで、今からなり下がるってどういうこと。花坂じいさんがあかんみたいやっけな。そんな言い方したらあかんやろお前な。謝れよお前。まあ、わけわからんこと言いつつ、はい。お前なんか、天草四郎的な感じやかい。舶来かぶれの侍。卑弥呼様は女王、卑弥呼様は一体どうされたんだ。いつも我々のような庶民でも神殿で悩みを聞いてくれ。それに強力な法力で妖怪どもからこの西安教を守っておられたのに、突然神殿に閉じこもってしまわれるなんて。卑弥呼様、どうか助けてください。アニア、おいおい、大丈夫か。一回だけお前。ワンコ、お前なんともないのか。卑弥呼様が神殿に来られた途端、あ、込められた途端、濃い霧が都城を怪しめ、なぜか体が日に日に重くなっていたんだ。今ではこの通り薬を買いに行くのには難儀するありさまさ。卑弥呼様、女王卑弥呼様は一体どうされたんだ。卑弥呼が出てきますよ、今回は。大丈夫君ら。腕立てやってんのか、相変わらず。早て。こりゃいけねえや、さっさと踏み入ったぞ、しなきゃならねえってのに、腰が抜けたみたいに行けなくなっちまった。今日の霧はまた一段と濃いけど、こんな日は決まって体の調子が悪くなりやがら。確かに霧の中ってのは君が見えるけど、人を苦しませる霧なんて聞いたことないぜ。ほう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 。あ、今ちょっと女の人が見えたから、ちょっと女の人行くか。いいやいいや、女の人、はいはい、都の女。ははは、気のせいか体の調子が日に日に悪くなっていくようですわ。海では守り神の水流様が大暴れしていると聞きますし、漁師原は昔のような平安を失ってしまうのでしょうか。この村騒ぎと辛い差し込みいつになったらなくなるのかしら。天子はやっぱりこの霧は普通じゃねえ、大体この都の中だけ漂ってるなんて、いくらなんでも不思議すぎら。今はまだ無事の人間もいるようだが、このまま日数が経ったら一体どうなっちまうんだ。やばいんちゃうこれ。この街完全にやばいぞ。ほら、もうなんか、やばいやろこれ、どう見ても。ほら。登るけども。なんで登ってんねん、ほんでそこな。登る必要ないやろ。いてててて、ここ最近体の調子が悪かったんだが、ちょっと用事に出た途端、歩けないほど体中が痛くなった。ちくしょう、俺はこんなとこ、ことをしてる場合じゃないってのに、いてててて、ワンコそんなにじろじろ見るない。ごめんごめん。恥ずかしいわな、さすがにその格好は。とりあえずじゃあ真ん中行きゃいいかな。むぐぐぐぐ、ますみちゃん。桑田か、お前は。拙者は武者修行で全国暗記しているのだが、この西安教に立ち寄った途端、突然体が重くなったのだ。噂ではこの都の女王卑弥呼が強い砲術を操ると聞くか。まさかその者の仕業ではあるまいな。このような脳無が立ち込めているのも不気味極まりない。しかし何があろうと拙者は屈しさぬ、決して屈さぬぞ。屈してない？もうすでに。行くかとりあえず。じゃあね、気になるよな。はいはい。この先の橋を渡った向こうには都のお偉い方たちが住んでいて、立派なお屋敷がいっぱい立ち並んでるだぜ。その中でも一際でかい建物が中津国を治める女王卑弥呼の神殿さ。まあ、どんなばあさんが鎮座してるんだか知らねえが、都中が急に妙な霧に包まれてるっていうのは何をやってるんだ。だいたい女王って卑弥呼がうさんくさいってんだ。オッケーオッケーオッケー。
おばあちゃん、おばあちゃんって言ったな、でも一瞬。おばあちゃんは俺あんま興味ないじゃないで。西安京貴族街。ほら、貴族街っていう言い方がな、もうなんかこう、なあ、差別や。差別っていきなり言いすぎたか、俺。その方、言葉はまずいか。どうしたどうした、困ってんな、お前ら。はい。お前らじゃ、あ、弁慶やん。うむむん。湖の水が全くなくなってしまうとは、ブツブツブツ。なんだ犬、この五条大橋を渡りに来たのか。五条大橋。ならんぞ、今この橋を繋いでやることはできぬ。この五条大橋はカラクリが仕込まれた自在橋で、我の号令一つで繋ぐも切り挟む自由自在だ。しかし今は訳あってこの橋を動かすことはできぬのだ。はい、てん、おかい、しつこい犬め、今この橋を繋いでやることはできぬぞ。この湖に水が蘇り、幻のあれを手に入れるまでブツブツ。あれ、あれって何？あれって何ですか？教えてくんなまし。これは要するに繋げへんよね、こういうことで。うん、そんな単純じゃないな。なんやろ、湖に水が復活しないといけないって言ったから、だけど水流？うん。あれがなんか関係してそうですな。あの、ナンパ船がじゃあ怪しいな。ナンパ船がね、都のマップの真ん中ら辺にあったんですよね。で、そいつが水流に収まれちゃって、なんかどうのこうので、アボーンってなってたらしいんで、まあ、それを、なんとかするのが、なんだ言わんか、お前もつづらお様に会いなのか、何言うてんの、あれ。この先の一軒で逃げば、つづらお様のご説法が聞けるよ。卑弥呼様が神殿に困られて、今、つづらお様が都を治めてるんだ。突如現れたたたり場といい、原因不明の流行り病といい、今の西安京は本当に明日もわからぬ状態だからね。こういう時につづらお様のような指導者の存在はありがたいよ。つづらお様は犬や猫であろうと分け隔てなく接してくださるはずだよ。つづらお様どこにおんの？この先って言ってるから、この左右のどっちかかな。はい。うーむ、最近はあまり体調が優れんわい。私だけではない、都中の者が今その身を病んでおる。中には重い病にかかり、床に伏している者もいろいろだ。我々のように身を鍛えている者はともかく、他のためが心配だ。その上、この漁師島原では海神水流が乱心し、大海原で大暴れしている。大海原で大暴れ。民が不安を抱くのも仕方がなかろうよ。神殿でご祈祷を捧げているであろう卑弥呼様が顔を出してくれれば、皆も気が楽になるのだろうが、一体卑弥呼様はどうされたのだろうか。とりあえず こっちか、こっち。何これ、大丈夫。うわー、なんかたたられば、たたり場やから入れへんわ。マジか。こっちは？これなんや、これなんや。はい。二段ジャンプできるようになってん、俺。あかん、乗れへんわ。ここは入れないのかな。これどうやって行くの、こんなところ。無理ゲーか？目的がでも、おう、なんかめっちゃだからこれ。なよ、なよ、ここ、なよ、ここ。朝なってもうたし。朝なったまずいとかある？コーロー。なよ、なよ、ここ。これもしかして罠か。ここを歩いてった先に、ネズミ返し的な罠、ネズミ返しちゃうわ。なんかあの、何ネズミ捕らえるトラップあるやん。名刺、剥がれの拳。あれやられんちゃう？実は。ねえ。とりあえずでも罠にかかるで、俺は。はぐれ玉やし。これはありがたいね。OK。で、この先が、ネズミ返しになってんのか？全然ネズミ返されてないぞ、でも。もっと返してほしかったな、ネズミ。ここ登れる？登れるな。よいしょ。ああ、あかん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 、逃げて、逃げて。犬。水流か？じゃあ、目的はやはり。他にもなんかあったら、うん、見ていくけど、特になければ、外に出て、話進めていくか。お、浜札や。お、浜札やよ、だけど、そんな大したもんでもないよな。水源発掘工事につき、立ち入り禁止。水路の工事？お、山子。ちょっと面白そうじゃねえか。なんで面白そうな？面白そうか？面白いか？ん？まったく水流の野郎、好き勝手暴れやがって。海の神が、海の太平洋を乱すなんて言って、どういう猟犬だい？この水路が枯れ散らまったのもきっと水流のせいに違いねえ。海神が大暴れしたもんだから、湖のへそが閉じちまったんだ。たくみって書いてた。宮大工、殴りちゃん。おいおい、ここでも何か厄介事かい？なんだか都城に物騒な空気が漂ってんな。ん？おう、狼、水が飲みたくてここまで来たのか？残念ながら見ての通り、この水路には一滴の水も残っちゃいねえ。水路の水は俺たち人間にとっても大事な水源だから。こうして地下深く穴を掘って水をほじくり出そうとしてるんだが、みんな病で寝込んじまって誰も工事ができねえときやがった。それで結局ここに残ってるのは大工の俺一人ってわけよ。
だけど俺は諦めてね、大工で鍛えたこの頑丈な体、こんな時に使わなくてどうすんだい。何この西洋教の建物は、ほとんど俺がぶっ立ててきたんだ。どこへじゃどうなるか全部知り尽くしてやら。この水銀堀の鍵を握るのはズバリ、ズバリって書いてたの、この琵琶湖のへそよ。はいはい、おめえいい目をして人の話を聞きやがんな。それなら琵琶湖のへその話を教えてやろうじゃねえか。この西安京は漁師も春のどてっぱら、琵琶湖の真ん中に浮いてんだ。うん、その琵琶湖から染み出す水が西安京の水路を潤してるわけだが、水流の野郎が大暴れしたせいでその琵琶湖のへそが閉じちまった。水源のへそが閉じては当然水は枯れちまう。それでこんな有様になっちまったというわけよ。俺の見立てじゃちょうどこの辺りが琵琶湖のへそに違いねえ。あとはひたすらほじくり返しゃ水がドバッと湧き出すはずだい。どうよ、オオカミ。この話を聞いて震えねえか？震え震える。むっちゃ震えて、もう震えるわ。心が震えたな。この俺の仕事を手伝ってしまってもいいぜ。仕事を手伝う。この野郎いい目で返事しやがる。オオカミにはもったいねえや。だがやるからには人もオオカミも関係ないで、仕事の仕方を。あ、これあれか、ミニゲームやな。俺は政治説明するから、おめえはちんのとこへ向かって、その爪でガンガン穴を掘るんだ。おめえの掘った穴を進んで、俺がへそを見つけたら、お前が自慢の女ぐりでへそをこじ上げてるからな。もしそれでも水が出ねえときには、おめえも一緒にほじくるんだぜ。どうだよ、おめえの自由な役に。頭の中に入ったか？入ったよ。よし、夢だ。それじゃ人間様と狼様のへそ飛ばす。早速、プチプチで。震えるっていうのがね、歌詞があったから、そういう曲の歌詞が。俺、それを今ね、ネタにしたかったんですけども、できなかった。思い出せんかった。頑張れ、頑張れ、頑張れ、本当。はい、でめっちゃ怒れるやん。これ左行ってもあかんな。あ、これもしかして積んだか俺。落ちてくるよな。んで、こっち行くしかないよな。これ食らうよな、あいつ絶対に。あ、しまった。おー、さっきやっとけ、行った。よいしょ。はいはい。あ、積んでる？あかん、積んでる積んでる。え、どうしたでこれ。これ積みやん、多分。あー、あっちじゃないわ。あ、これこうやって。あ、違う？上に行けんじゃないのこれやったら。シャン。はい、行け行け、ゴー。俺も登らして、何で登らせばいいの俺は。あれやべ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 。ん？ねえねえねえ、よくわからんぞ。ねえねえ、全然操作がわからん。右に行けへんのか、ここから。あ、これ終わりやな、多分最初からやな。多分ルート間違ってんな。じゃあここ、どうしたらいい。ここ掘るしかないよな。ここ掘って、ワンワンして、で、下掘る。まあこれ食らうしかないか。あ、やかん、これ積みや積み。ん？なにここめっちゃ難しいんやんけ。右から行くしかないやな、とりあえず。ここ降りる。え？右から行くしかとりあえずないから、まずここ落とすか。で、で、ここ掘っとこ、ここ掘っとこ、ここ急いで掘って。で、これ開けて。で、こうやな。こっち来いお前。おっ、来て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 。オッケーオッケー。ほんで、ここ掘りの。で、バーンってやって。で、バーン、バーンってやって。ミストバーンってやって。これそこの下行ったら正解と思いますかね。どう思います？どう思います？あ、やっちゃったか？これ逆、下に行ける道はあるな。これ、どうやってこいつ逆に行かすんやろ？よくわからへんねんけどな。あ、これ右に行くしかないわ。こっち行こう。あかんわ。積んだ。これ、この間持ち上げていくことできる？風で飛ばすとか？どう？おっしゃーマジかマジか、そんな技あったんかいな。よう今思いついたな。オッケーオッケー、それさえわかればもう積みとかないやんじゃん、これな。やられたなで、掘る。で、お前は風吹かしゃいだけの話やろ。えい、ゴー掘る。はい、オッケー。これ、向き変えることやっぱり風でしか無理ってことか、じゃあ。ツン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 オッケーオッケー、水が復活したから、これで弁慶のとこ行きゃいいってことか。ねえ、俺水流でも倒そうかと思った。見ろ、狼、琵琶湖の恵みたるこの澄んだ水を。このところ水流騒ぎはこの煙てえ霧で、西安京はなんだかおかしなことになっちまってる。でも、たとえどんなにでかい災難が立ちはだかろうと、うろたえず一つ一つ丁寧に問題を解決していくことが大事なんだ。ひとまず俺の役目は終わりたい。狼、おめえもいい仕事してくれたぜ。さちったー、ぽーん。オッケーオッケー。では、ここどこよ。おお、これ入りたかったとこやん、さっき一瞬の俺が。ちょっとこう心揺らいだとこやで。あっこ入りてー、でも入らんでいっかーっていう、思ったところですね。特になんもなしか。はいはいはい。よし、では、弁慶のとこ行くか、素直に。うわー、なんかもう切りってんなー。この女の人はさっき喋った人か？
うん、体中が締め付けられるどうのこうのやから、ワン、もう吠えだった。お前、同じこと言ってんな、ワンって吠えたから、これどうやって外行ったんやの、よう分からへんねんけど。さっきの宝箱じゃあ、取ってなかったら俺どうなってたん、絶望ってこと、さっきの女の人こっちやった、ほんで。絶望やったんかな、さっきの宝箱取ってなかったら。怖ー。怖ー。あ、ここ、花、咲かしたけど。復活してないか。了解了解。では意味ないんか。で、一回セーブして。よし、セーブ終わったから。牛若監督、牛若ちゃんは誰やったっけ、あいつ。弁慶。弁慶ちゃんの元に行きますよ。オッケー、弁慶どうよ、調子は。でもなんか困ってる感じがするけど、どうなん、ふふ、来た。ついに来たぞ。ああ、よかった。この大工房、弁慶が千本目の刀を手にする時が。そうやったな。弁慶さんって、刀集めとったな。放浪の破壊僧、弁慶。それがしは名だたる剣豪と腕比べをしながら諸国を漫遊し、999本の刀をこの手に収めた。どうやって持ってんの。だが武芸を売りにする者はあらかた倒してしまったゆえ、あと1本で1000本目というところで記録が止まっていたのだ。そしてそれがしはあてもない放浪をしていたのだが、ある噂がそれがしをここ西安京に呼び寄せた。この琵琶湖に眠る生きた刀の噂がな。ほう、刀。この琵琶湖にまつわる噂話を知らんのか。それがしもにわかに信じられることなのだが、この湖には生きた刀がいて、水の中を自由に泳ぎ回っているというではないか。それが誠ならば千本目を飾るにふさわしい刀だ。この五条大橋はからくりが仕込まれた時代橋で、我の号令一つで繋ぐも切り離すも自由自在だが、見ての通り今ちょうどいい釣り場になっておる。よって都の者たちには悪いが、この橋はしばらく下ろしたままそれがしはその生きた刀を狙うのみよ。とは言ったものの、むむむむ、はい、なんやねん、はよ。それがしも今より挑もうとしているのはただの釣りではない。生きた刀との腕比べ、つまり真剣勝負なのだ。となるとそれがしもそれにふさわしい獲物で挑まればならない。例えば町の道芸に売られていたあの竿、あれは実に見事なものだった。雪のように純真無垢なあの色合い、あのような竿でなければこの勝負勝つことはできぬ。とは言ったものの、今のそれがしには先立つものがないのだ。ただどうしたものか。こいつマジうざいな。こいつ買ってこいって言ったね、今俺に対して。この狼様に対して、あいつマジなんやん。蹴飛ばしたろか、それとも刀奪ったろか。3本ぐらい気づかんやろ、999本のうちの3本ぐらいやったらな。何、996本になってるとか言うやつおらんよな、絶対に。どう思う、おらんよな。うん、それでいくじゃあ。うん、まあ無理やろな。じゃあ道具屋行くで。道具屋ここか、ね、光ってる君もね。ねえねえねえ、今のアップは武器やすげえ。千手観音すぎるやろお前。ワンコロこんな綺麗なのか、歩いてどうした。今この千夜景を歩き回ったってろくなことはないぜ。ある一つ都城に霧が立ち込まれたと思ったら、方々にたたりばまれ暴れ上がった女王姫子様を神殿の奥に引っ込んでしまったし、みんないる中で引きを潜めてたら、まったくこんな時に何とかしてくれるのが役人だろう。おっと、計画がいいもんでから次話し込んでまったい。さあワンコロお使いならさっさと待って帰んな。オッケー、釣り売ってる、釣り。うわー、何これ、七支刀やん。え、欲しい。10万円もすんのかいな。欲しい欲しい欲しい、めっちゃ欲しいね。釣りどこ行ってんの、ほんでお前。釣りってこれのことちゃうやんね。あれあれ。ここ小金のとかとか、とりあえず。え、これ何個、何個売ってんのこれ。待て、でもこれ欲しいから、ちょっと考えよう。あれ釣りどこ、釣り。釣り師がどうのこうの言うてなかったっけ、あの、弁慶とかやつ。あ、こいつかな、あ、こうやった。まあ、言ったな。今海で水量が暴れ回ってるせいで、しもね、お乳ができなくて困っちゃうよ。漁師はなんとかかんとかいっぱい。ついで先に魚と魚がさっぱり取れなくなっちゃってな。新鮮な魚の買い取る格好は絶賛高騰中。もしかしてお使いに来たのかな、はいはい。あ、これか。雪胸。かっこええな。しびまる。ね、これ。釣り竿二つ売ってるやん。雪胸買ったらいいんやな、とりあえず。なんか面白いな、これ。木炭とかある。木炭って何？強い火で焼かれた木の、麦でもいいですか？お絵かきするには最適。なに人糞。達者の焼きと万病に得。とりあえず、この、ここに置いてるの全部買っとくか。なんかようわからんけど、木炭とかも買っといて、オッケーオッケー。なんやろ、今の。よし、これでじゃあもう一回、弁慶様んとこに行って、あいつマジ人使い荒いにも程があるやろ。
ロールプレイングゲームの基本をあいつ忠実にな、やってくれてるような、お使いという。ほんまふざけたやつやで。では、弁慶のとこ行くで。へい、弁慶、弁慶、弁慶。オッケー、いいジャンプ。はい。ただの釣りではない。生きたかなんだ、33、銀形勝負。はい。例えば、どんなだろう、それ見事に。いやいや、それね。持ってきたっちゅうね。名官雪村ではないか。その竿なら、その竿なら生きた刀と互角、いやそれ以上の勝負ができる。でかした犬でかした犬さあそれがしによこそうだ。あげる、クソが。かたしかない。釣りなど生まれて初めての経験だが、何現実と大差あるまい。では記念すべき千本目の刀を書く。幻に生きた刀と一騎打ちと行くぞ手伝うやろ、どうせどうせ手伝うやろ、わかってるわかってる。まっとこのままじゃ多分あと100年経っても橋を渡れないぜ。ここは一ついつものあれで生きた刀っていうのを釣り上げちゃどうだい。手伝うなんじゃなんじゃこれ。まあまあでも釣りはね結構ねやり込んだんですよね。なんで任せてくださいよ。シュパン、これで何3匹釣らなあかんやつか。また例によって聞きたかおっさん引け、負けるんじゃねえぞ。なんかでもちょっと魚のあれが見にくいな。何あれって何やねん。魚影魚影が見にくいからちょっとよくわからん。はい、メダカ、ここにもやっぱメダカいんねん。もう任してくれや。こっから持ってく魚に、ほらな。んで、あとは釣り上げるのみ。おっさん引け、負けるんじゃねえぞ。はい、で魚の向きと逆の方向にスティックを、倒してやると釣れます。釣れるというか引っ張ることができるんで、覚えておいてくださいよ皆様。メダカなんで2回連続メダカやねん。もうほら来た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 。これ絶対でも魚やんな、刀ではないな絶対に。あれ 100% 刀ではないなこれ。腕おっさん、なんとかかんとか。わかった、それわかった、わかった。はい、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 はい。この緑でちょうどうまいこと捉える。はい、はい、逆。はい、はい、はい、はい。もういけちゃう、来た。お、これは細長い。これが刀やったりしたらどうする？ありいんすやんな、別に。そういう魚でもあるよな。知らんけど。タチウオか、それ。タチウオってそういう感じやもんな。違うかな。はい、はい。こいつ結構粘るというか、手元までせなあかんねん。3回攻撃せなあかんのか。3回ヒット刺すか、じゃあ。ブシ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 、3回ヒット、トン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 っていう感じの。ハイファン3的な感じでいくか。おい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 、来た。はい。これでいくらいったやろ。いくらいったいくらなんでもいったやろ。よし、じゃあ、これ絶対タチやわ。タチウオ。生きた刀タチ、ほら、当たってもうたし。大当たりよーし、我が対岸ついにここに成就せり。これ切れる別に刀でもないしな。ええのこんなんで生きた刀って、そういうことあれがそれがし追い求めた千本目の刀。まあいいじゃねえか。さっきの太刀魚だってなかなかでかい獲物だったぜ。それに普通いねえや、こんな湖に海の魚がよ。慰めはいらぬ。とにかくそれに二言はない。このからくり自在橋、元通りにつなげてやろう。パンパンパン、やったー何やったんこの一連の流れなあ弁慶よ、刀お前絶対千本持ってへんやろ、嘘つくな。なあ、釣りだ、なかなか面白いもんだな。お、釣りハマっちゃった釣りハマっちゃった、あってないや今の俺のセリフなんでちょっと平和な感じやった俺のセリフな。よし、じゃあ今回はこんな感じで終了です。では次回、この先卑弥呼さんに会えるか分かんないですけども、貴族街の卑弥呼に会いに行きますので、ご期待ください。ありがとうございました。それではまた。